屋外陸上競技場における競技の模様陸上競技場のレイ陸上競技は主に野外競技場のトラックやフィールドあるいは道路で行われる走る飛ぶ投げるの3基本技を中心とする競技の総称。単に陸上と呼ぶことも多い。陸上競技とは主に屋外で行われる走る飛ぶ投げるという3種の基本技を中心とする競技の総称である。 世界室内陸上競技選手権大会のように、室内で行う陸上競技大会もあり、60メートル走など、室内の未正式種目となっている種目もある。その歴史は、紀元前776年の第1回古代オリンピックまで遡る。歴史陸上競技は、大分類としては、総種目を主体とし、競技場のトラックで実施されるトラック競技、 跳躍や投擲をしたいとし、トラック内側のフィールドで実施されるフィールド競技、さらにマラソンや競歩など、競技場外の道路上に設定されたコースを走る、ロードレースがある。ただし、競技場によっては、フィールド競技の競技場所が、トラック外側に設置されていることがある。トラック競技及びフィールド競技は、陸上競技場内で行われる競技として、 トラックフィールド競技と一括して扱われることがある。陸上競技は、紀元前776年の第一回古代オリンピックに遡る歴史のある競技である。この時には、スタジアムの長さ分の総種目、スタディオン層のみが行われ、その後種目が増えた。古代ギリシアの中期オリンピックでは、スタディオン層に加え、ディアウロス層、ドリコス層、五種競技、 円盤投げ、槍投げ、走り高飛びも行われた。なお、ギリシアではこの他にもネメアー大祭、イストミア大祭、ビューティア大祭といった大競技大会が開催されていた。他にも、ケルト人や中東人、ローマ帝国を倒したゴート人といった民族も陸上競技の大会を開き、人気を集めていたようである。しかし、これらの民族では、陸上競技は、 軍事鍛錬と関連したものであるのが一般的で、それほど大きく組織立ったものとはならなかった。中世には貴族の子息たちが乗馬、馬上槍、剣術などの鍛錬に加え、ランニング、跳躍、レスリングなどの鍛錬を行っていたようである。競争相手のライバルや友人らとの間で競技会を開催することも公式、非公式を問わず、広く行われていた。 時代の枠を超えてヨーロッパ全土で多くの陸上競技スポーツが親しまれていた様子が確認されている。陸上競技はルネサンス以降に近代スポーツとして発展し、1896年に開催された第1回アテネオリンピックをきっかけとして世界各国へと普及した。陸上種目の多くはその起源を古代にまで遡るものが多く、 古代ギリシアですでにその競技種目としての形式が確立されていた。陸上競技は1896年の第1回近代オリンピック大会でも実施され、常に実施競技としてあり続けるとともに、同じく第1回大会から常に実施されていて、オリンピック前半の花形競技とされる競泳と並んでオリンピック後半の花形競技とされる。 陸上競技と水泳については、オリンピック以外でも、総合的なスポーツ大会で競技ナンバーが1番と2番になることが多く、陸上競技の棒高跳びや投擲を例外としても、基本的には、道具や対戦相手を必要とせず、己の体のみで人類の限界に挑むという、普遍的なスポーツであることから、その存在価値が重視されている。格闘技や球技等、 プロとしてお金を稼ぐことを目的とする商業スポーツと比べてその存在意義も異なる。ただし20世紀前半には国際競技大会に出場する選手はアマチュアでなくてはならないという厳格な規定が存在したが20世紀後半に入ると東側諸国においても西側諸国においても徐々に有名無実化していき1990年代初頭には こうした規定は存在しなくなった。19世紀には陸上競技は男性のものであり、オリンピックにおいても男性のみ参加となっていたが、1921年に国際女子スポーツ連盟が創設されると女子陸上競技大会も開催されるようになり、1928年のアムステルダムオリンピックにおいて女子陸上がオリンピックの種目となった。 国際競技統括団体ワールドアスレティックスは1912年に創設され、1983年からはオリンピックとは別に陸上競技のみの大会として世界陸上競技選手権大会を開催するようになった。世界陸上は世界有数のスポーツイベントの一つで2009年のベルリン大会では約3300万人がイベントを視聴したとされる。 他に、世界室内陸上競技選手権大会やヨーロッパ陸上競技選手権大会なども開催されている。また、アジア競技大会など、大陸別の競技大会においても、陸上競技は必ず開催され、花形競技の一つとなっている。特にオリンピックをはじめ、主要な陸上競技大会の期間中は高い注目を集めるものの、 スポーツ全般から見ると多くの国で一般からの関心の度合いはやや低くなりがちである。トラックフィールド競技では世界各地の競技会を転戦して総合成績を競うサーキット大会 IAF グランプリが1985年に創設された。IAF グランプリは IAF ゴールデンリーグ IAF スーパーグランプリを経て2010年から両者が 統合され IAF ダイヤモンドリーグとなり、IAF ワールドチャレンジとともに毎年春から夏にかけて開催されている。一方マラソン競技においては、世界各地で大規模なマラソン大会が行われており、中でも2006年より、ボストンマラソンドンドンマラソンベルリンマラソンシカゴ、マラソンニューヨークシティマラソンの5大会とオリンピック、世界陸上の計7大会で、 ワールドマラソンメジャーズが開催されるようになった。さらに2013年大会より東京マラソンがワールドマラソンメジャーズに加入し計8大会となった。イギリスでは13世紀から16世紀にかけてスポーツを楽しむことに国家的な制限を課していた。これはアーチェリーの鍛錬に支障が出ないようにするためであった。この制約が17世紀になって除かれた後、 イギリスではスポーツが再び盛んになった。陸上競技組織の活動は19世紀になって行われるようになった。これには学校においてスポーツ体育が実施されるようになった影響もある。世紀の学校における陸上競技が取り入れられた書室として、イギリスのサンドハースと王立陸軍士官学校において1812年、1825年に行われたとの説もあるが、 これを補強する証拠は今のところない。記録に残っている最古の会合は、同国のシュロップシャー州、シュルーズベリーで1940年に王立、シュルーズベリー校が開催したもので、当時1838年から1841年まで生徒として在籍していた CT ロビンソンが60年後に複数の手紙に当時の詳細について書き残している。 1868年に刊行された最新陸上競技によれば当時の陸上競技のほとんどの競技はハンディキャップレースだったという陸上競技はギャンブルの対象であり観客は記録よりも勝ち負けとレースの過程や公正さを重視したそのため資格を持ったハンディキャッパーが競技者の実績によってスタート位置を調整するなどのハンディキャップをつけ 白熱したレースを演出していた。一方、プロフェッショナルランナーを排除し、紳士のスポーツによる人格形成を目的としたアマチュア陸上クラブが1866年にロンドンで組織され、常設の陸上競技場による競技が行われた。陸上競技のハンディキャップレースは、オリンピックなどの公式レースでも20世紀前半まで行われたが、スポーツがセリギから、 アマチュアルールによる近代スポーツへと変化する過程で消滅した。日本では1873年3月21日に東京、築地にあった海軍兵学僚のイギリス人教師が開いたセリトー遊戯が最初の陸上競技大会である。セリトー遊戯はアスレティックスポーツの訳語で、スズメビナ主走演習学費、大稲学校などの種目があった。また、 同年10月に海正学校にて明治天皇臨席の下で行われた体操ご覧の一種目、行費が競争であった可能性がある。本格的に陸上競技が日本人の間で行われるようになるのは1875年に東京英語学校に着任したフレデリック・ウィリアム・ストレンジによる普及活動以降である。ストレンジはイートン・カレッジの出身で、 陸上競技とボード競技を得意とし、よ日にこれらを実践して学生の関心を引き、普及させた。1883年には東京大学の山岳部と予備門合同の陸上運動会が開かれ、以降、東大の名物となった。この運動会では後に藤井みが100メートルと棒高跳びで世界記録を樹立した。 明治30年代になると、東京帝国大学と第一高等学校を中心に、学習院や高等商業学校でも、陸上競技が盛んとなり、明治40年代には、スパイクシューズが使用され始め、早稲田大学、慶応義塾大学が新勢力として台頭した。東京高等師範学校では、加納次五郎校長のもとで、校内長距離層が開かれていたが、 陸上競技会ではまだ弱小であった。大正時代初期まで陸上競技という日本語は存在せず、この頃に創部した陸上競技部は東京高等師範学校では、徒歩部、早稲田大学や明治大学では競争部を名乗っている。日本が初めて近代オリンピックに参加したのは1912年の第5回ストックホルム大会であり、 短距離層の3頭や彦と長距離層の金栗43が参加した。日本で初めて組織立って開かれた陸上競技大会は、この日本代表を選抜するための大会、国際オリムピック大会選手予選会であった。金栗はオリンピックの後、生涯をマラソンの普及に捧げ、東京箱根間大学駅伝競争を創設した。 全米アマチュア競技連盟が米国における統括団体であったが、1970年代にプロフェッショナルスポーツとしての促進が進むと、その管轄を外れた。新たな統括団体として、TAC と呼ばれる団体が結成され、後に全米陸上競技連盟と改名した。さらにより緩やかな組織として、ロードレースの普及促進を図る団体として、全米ロードランナークラブがある。 両団体とも以前は偽アマチュアリズムとされたレース出場を通じて金銭を得る行為を禁止していない。下記の種目が世界記録として公認される。日本記録も準拠する。ハーフマラソンや駅伝競争はオリンピックや世界陸上競技選手権大会には採用されていない。これはマラソン同様に陸上競技場の外、つまり 行動をコースとせざるを得なく、さらに男女別で分ける必要もあることから、行動での交通規制が増えすぎてしまい、警備への負担増加、規制による市民生活への影響などが大きいためとも考えられる。女子の場合は長距離走と競歩、また長躍競技、投的競技などの大半は日本陸連から日本記録公認外種目として始まったものが多い。 大部分は1930年までに公認されたが、長距離走と競歩は1980年、三段飛べは1986年、棒高飛び、ハンマー投げは1993年になって公認されるようになった。以下の種目が世界記録としてワールドアスレティックスにより公認される。日本次の種目は日本陸上競技連盟により日本記録として公認される。 以下の種目が有通例世界記録として公認される。以下の種目が室内世界記録として公認される。以下の種目は世界記録として公認されていない。あるいはかつて公認されており、夏季オリンピックでも実施されていた屋外種目。風速は各種目夏季の秒数計測し、100分の1メートル以下を10分の1メートルに切り上げる。測定器は、 トラック競技の場合は1レーン側のトラックから2メートル以内のフィニッシュラインから50メートルところに設置し、フィールド競技の場合は踏切板から20メートルのところで助走路から2メートル以内のところに設置する。また高さはトラック、フィールドともに1.22メートルのところで測定する。競技時の服装の例1912年の創設以来、ワールドアスレティックスが 陸上競技の国際競技連盟となっている。創設当初は国際アマチュア陸上競技連盟という名称であったが、1970年代後半にスポーツがアマチュアリズムからプロフェッショナリズムへと移行したことを反映して、2001年にはアマチュアの名称を削除し、国際陸上競技連盟に変更された。さらに2019年11月に再度名称を変更し、 元名称となった WA には二百十五の加盟国と地域があり、六大州それぞれに統括する競技連盟が存在する。六つの大陸連盟は、アジア、アフリカ、ヨーロッパ、オセアニア、北アメリカ、南アメリカである。WA の本部は九百九十三年以降、モナコに置かれている。WA に属する六大陸の陸上競技、連盟管轄区域。 なお、現代の陸上王とは分類が異なるが、当時は他にも戦車競争、レスリング、ボクシング、パンクラティオンも行われた。走り高跳び及び棒高跳びは、前か後ろ片方だけで良い。ありがとうございます。